え皆さんこんにちは。今日は玄米の健康効果についてお話ししたいと思います。玄米と白米はですね、もうあの一目でわかるわけですね。あの米っていうのはこの 収穫した後は殻に包ままれておりますそれであの東南アジアなどはこのもみ殻のまま保存するのですが日本ではそのの殻を取ってて玄米ととして保存すするのがほとんどですそれからあの玄米を制約していくことで白米になるわけですがこの見ていただくと分かりますようにこの玄米にはこの胚芽が,が残っているとですから玄米を水につけておきますと芽が出てきます。 あの白米ではもうそういうことは出てきませんから、この玄米には命が宿っていると,と考える人たちもかなりいます。それであの米の部位とあの米の関係をちょっとお話したいと思いますが、あのもみ殻をまずこう取ってしまった後ですね、この米ぬかのついたままの状態があの玄米となると、それからあのそれからだんだん 制約していく程度によって、ぶつき米っていうカテゴリーの米になります。それからさらに取ると、あのもう本当にこの中身胚乳だけのあの白米になるとということになります。それで特に胚芽部分だけを残す精米法もありまして、あのそれは胚芽米とっいうふうにして売られております。これを機会にぜひあの玄米食を試してみようと。 というふうに思っていただけると幸いですどうもありがとうございまし